明日のですね、競馬場の様子ですけども、中京競馬場1200メートル芝で、天気の方ですけども、明日ですね、8時まで雨が降ってて、晴れるのは12時から、もうおそらくこれ、オモですね。明日の中京競馬場はおそらくオモでしょう。で、ですね、まあ、中京競馬場なんですけども、どういうタイプの、まあ、競馬場かっていうと、まあ、大体こう、スタートから3コーナーまでね、300で、3から4が400ぐらいですか。で、あと残りで300ちょいちょいっていう感じで、こう走って、最初、緩い下りがある感じですね。で、ここで、まあ、いい具合に走るんですね。普通にまあ、落ち着いた感じで走れる感じですね。で、4コーナー超えてからですね、4コーナー超えたあたりから、そうですね、3分の1ぐらい行ったところかな。そこで、急坂の上りがぐわーっとあるんですね。なので、スピードオンリーじゃなくてね、ちょっとここでね、馬力のある馬が必要になってくるという、馬力がやっぱ必要になってくると考えると、ある程度馬体重あった方がいいのかな。パワーも必要と。で、最後は、そのパワーを使い切ったところで、切れる足があるかどうか、ね、そういうのを問われる感じでしょうね。だから、後ろからどうなんでしょうかね。後ろから行く馬ってどうなんでしょうかね。ここまで行って、で、ここで、急坂上り。ここで、ちっちゃい馬きついのかな。どうかな。で、ちょっと思い出されるのが、まあ、ね、世紀の天才、名馬だったね。成田ブライアン。あれがね、出たんですよね。で、スタートは一番良かったっていうふうに、武豊が言ってましたね。まあでもガリガリになっちゃっててね、本来の成田ブライアンじゃないんですけどね。スタートは良かったけど、最後はやっぱり、力不足になった。どうなんですかね、やっぱり パワーのあるなしっていうのは効くのかなっていう。で、このパワー云々といえば、そういえば、モズ・アスコットか。この前のフェブラリーで1着になってますからね。やっぱり馬力もあるってことで選んだんじゃないですかね。調教師さんはね。もしかしたらあるのかなっていう感じで。馬体重で言うとどうなのかな。馬体重。ああ、調教後の馬体重。一番重いのは、大名プリンセス。これがモズ・アスコットも500超えてて、ナック・ヴィーナス、モズ・スーパー・フレア、パワー・オブ・ロンドン、大名プリンセス、セイウン・コーセー、シバージ、グルー・ウィット、クリノ・ガウディ、ああ、竹の乗る馬は436か、ちっちゃいんだな。ちょっと、どうなんだろうなっていう。ダノンスマッシュ480、ダイアトニック、グランアレグリア484。で、こういうふうに見ると、参考の前走体重で見ると、調教後の馬体重は、大きく変わって、てるのは、アイラウェイは絞れた、グラアレグリアは増え、クリノガウディも増えた、ちょっと待って、大きく変わってるのは、大名プリンセスっていうのが随分変わっちゃってね。あとは、ティーハーフっていうのは20キロ変わっちゃってるね。34、30。あとは、まあまあ、普通かな。ラブカンプは減っちゃって400。あ、じゃあ増えてんだな。こんなもんかな。まあ、どれだけ、ここのパワーで
パワーをここで減らして最後のキレに持っていけるか、まあ、そこが面白さっていうところかもしれないですね。はい、以上です。